こんにちは。フラロッソが2022年3月に終売します。実物を見られないまま冒険買いしてしまう人もいるかなと思い、インテンスアイシャドウ VI01 のスウォッチを撮りました。写真のスライドが多い動画になってしまいましたが、後半にはスウォッチの動画もありますので、よかったらご覧ください。では簡単にレビューしていきます。このパレットは淡らめですが、きつくなりすぎずに上品に仕上がると思います。大人でも挑戦しやすい可愛さがあるパレットです。で、少しうーんと思うところは、粉が少し軽いのでアイシャドウベースがあった方がいいかなと思います。個人的にはオフィスメイクにも使いやすい淡らめで買ってよかったなと思っています。どなたかの参考になれたら嬉しいです。ではではまた、バイバイ。